は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の元首政府の長である。州知事は、ニューヨーク州政府行政機関の長、州軍の最高指揮官である。現在の知事は2021年8月24日に就任した民主党のキャシー・ホークルである。ニューヨーク州知事は、国内で最も高級の知事である。ニューヨーク州知事としてのジョン・ジェイの選挙証明書。 州知事には州法を執行する義務があり、ニューヨーク州議会で可決された法案を承認、または拒否し、議会を召集し、反逆罪と弾劾以外を恩赦する権限を持っている。政府の行政機関を構成する他の政府部門とは異なり、知事は州の行政部の長を務める。在職中の知事には、ヒズ・ハー・エクセレンシーの継承が使われる。ニューヨーク州知事選出場には、 満三十歳以上のアメリカ市民であり、選挙直前に5年以上のニューヨーク州居住歴があることが州憲法で定められている。ニューヨーク州知事の役職はイギリスがニューアムステルダムを占領し、オランダの総督ととって変わったことに遡る。アメリカ独立戦争勃発後の1777年、ニューヨーク州憲法が採択されて、初代州知事が就任した。 1874年の憲法改正により任期は3年に延長されたが、1894年の再改正で2年に縮められた。1938年の改正により任期は現在と同じ4年となった。1777年以来、ニューヨーク州憲法では、州知事と同時に、州上院議長を兼任する副知事の選出を規定している。知事が任期中の死亡。 辞職、断崖などで職務遂行不能となった場合は副知事がその義務と権限を継承することが1938年の憲法改正以降明示されている。副知事が空席となった場合、次回選挙か知事の復帰までは上院臨時議長が副知事の職務を遂行する。また知事と副知事が同時に空席となった場合は上院臨時議長が知事を代行し、副知事は 空席のままとなる。憲法には記載されていないが、2009年の判例により空席時は、知事が副知事を任命することが認められた。上院臨時議長以降の継承順位は次の通りで、ある。副知事上院臨時議長、会員議長兼事総長会計監査官、運輸長官保健長官商務、長官産業長官公共サービス委員会長収。 ストム長官ニューヨーク州知事経験者には、連邦政府の長への転身者が多くいる。歴代で10人が主要政党の大統領候補に選出され、そのうち4人がアメリカ合衆国大統領、6人が副大統領に当選している。ありがとうございます。